はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォーブラフーラーはチャンネルになります。今回のお話ボラーですけど、あの、黒のオデッセイの煽り運転の続報になるわけなんですけど、ちょっとね、連日すみません。まあ、大事な話なんでね、どんどんね、続報は見ていこうかなと思っていたんですけど、ものすごい話がね、早く進んでるわけなんですよね。で、今回何なのかというと、あやとサロンさんがこんな動画上げてて、煽り運転の件で、ついに加害車両が特定できましたー っていうことで、ついに、この車が完全に特定され、かつ、ドライバーのね、X とかも特定されたというような話なんですよね。まあ、誰であって、どこに住んでるかとか、まあ、そういった情報も完全に特定できたーっていうことなんですよね。しかも、X に関しては、鍵あかにして逃亡しちゃってるみたいなんで、ひどすぎるーっていうようなね、そんな話なんですよね。しかも、その情報では、この車が止めてある場所とかも分かってたみたいなんですけど、もうそこにね、か 確認しに行ったたらなないいみたいなんですよねやっぱり、押収されたっていうような、えー、元水もね、先日お話ししましたけど、押収されたっていうのはね、やっぱりそうだったんだっていうことで、やっぱり警察がね、2日ぐらいで車両を押収していた、これは間違いないんじゃないのかっていうようなね、話になってるんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元水のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。まあ、ということで、まあ、この黒のおセイもう超炎上してる んで知らない人もいないと思うんですけど、ものすごい、えー、煽り運転をしてたわけですね。しかもナンバープレートなし、車検ステッカーなし、えー、シートベルトもしてねえんじゃねえかっていうような話と、もともちて的にはねこのバックミラーの角度、むちゃくちゃ向きおかしくねって思ってたわけなんですけど、こういうのって。 ありえないね。え元光だけじゃないよね。これありえないって思うの。もうものすごい煽り運転しててね、こんな感じでグワーってこんな細い道でグーンってね、えー、撮影してる車に向かって突っ込んできたりだとか、まあこれだけではないんですけど、えー、気になる人はね、こちらの動画ぜひ見てもらえたらなと思います。でね、その車が完全に特定された、ドライバーも特定されたという話なんですよね。 まあこの動画であやとサロンさんが言ってた内容っていうのをね、ちょっと見ていこうと思うんですけど、加害車両の特定に関する極めて有力な情報をいただきましたので、今回言及していこうと思いますって、先日私のチャンネルで公開させていただいた煽り運転の当事者の車両が警察署に押収された可能性が高いといったような非常に有力な情報主による情報の公開前にいただいたものとなっております。ここだけは注意してねっていうことで、まこれね、 二日三日の間にものすごいいろんな話が進んでるんでそこら辺ね入れ違いの部分もあったりするんですよねで今回公開する画像をいただいたその当日にはもうすでに車が押収されていた可能性が高いのでその点についてご理解いただければと思いますということでやっぱり車が押収されたのはほぼほぼ間違いないっていうような話なんですよね車両の写真がこちらになりますということでこんな感じのね写真なんですよねこれコンビニかどこかに 止めてる写真ななのかなこれを、えー、このドライバーはねツイッターかなんかで上げてたみたいなんですけどこんな感じはもうもろね、えー、さっきの車だよねあやとさらさんが説明してくれてるわけなんですけどグリルの形状バンパーの形状、えー、車検のステッカーを確認することができないという事実ドライブレコーダーの取り付け位置ドライブレコーダーの機種ドアミラーの形状車体の色独特の曲がったバックミラーの取り付け方バックミラーに取り付けられ 車れた社外品のワイドタイプのミラーですね、それからアルミホイルの形状、車高その他の特徴から煽り運転を行った際の映像と一致しない点が見受けられないということから該当車両である可能性が極めて高いとして情報の提供をいただきましたということで、もうこの、えー、写真の、ね、車を見る限りどう考えてもさっきの煽り運転の車じゃねえかっていう話なんですよね、これか、これの写真と全く一緒だっていうふうに言われてるんですよ。まあ元 的にはね、これだよ。バックミラーこんな角度にする人ってほとんどいないと思うんですよね。えー、今回見つかったこのオデッセイもですね、えー、こんな感じでね、斜め向いてるんですよ、バックミラー。えー、こんなことある ちょ元だけけななのかかかここにめちゃめちちゃゃ引っかかってるんですけど元はどんな鏡の見方してんのって。でえ、ちなみになんですけど、その情報提供者からもらったメールっていうので、こんな風に紹介してますね。私の職場の同僚が以前オデッセイを所有していましたが、何年か前に知り合いに譲ったとのことです。譲った知り合いの X にて、譲ったオデッセイの写真があったとのことでお送りさせていただきます。ということで、その同僚が譲ったオデッセイっていうのが今回のオデッセイじゃないか。 という話なんですよねそしてその知り合いが譲った人。つ っていいいううののが今回の犯人じゃななかという話なんですよね同僚の友達が現オデッセイの持ち主の X をフォローしているとのことですということで、まあ、X とかでまあ写真とかを上げてるわけなんですよね、まあ、こういった写真もそうなんですけどで現在は鍵アカウントになっているとのことですということでもう鍵あかりして逃亡しちゃってるみたいなんですよねまあそれさ自分の車ね取ってあげたりしてたら証拠とかもあるだろうからねまあそういう都合が悪くなった か鍵やかで逃亡してるーっていうことで6月27日に現オデッセイを所有している方の家に車があるか確認行ったのですがオデッセイはありませんでしたということで、まあ、その人の家とかまでも把握されちゃってるわけなんですよでどこに駐車場があるかも分かってるわけです、ね、でバックミラーの角度ドライブレコーダーの位置車検のステッカーがないなど煽り運転のオデッセイと同一の車両と思います、まあ、それは間違いねえだろうってメールもらっててね警察には現在 連絡しておりません一応オデッセイの持ち主の家も名前も把握しておりますということで住所も名前も把握されちゃってるんだよねでまだ警察に言うんじゃなくてとりあえず綾人サロンさんの方に、えー、情報提供しましたよということなんですけどこの後、ね、あとね綾人サロンさんが、えー、助言して警察に情報提供という流れになったみたいなんですけど、まあ、ただこの時点で駐車場にあるはずの車がなかったみたいなんですでに押収されてたんじゃないのかという話になってるんですよね まあこのメールをもらったのが最初にちょっと戻りますけど、あやとサロンさんが警察によって車両が押収された。 っていう発信をする前の話なんですよね。もうものすごい、えー、スピード感で、この話がいろいろ進んでるわけなんですよ。情報提供とかも。まあ、だからちょっとややこしい部分はあるんですけど、その段階ではですね、もうすでにオデッセイは押収されていた可能性が非常に高いですね。その点についてご注意いただきたいと思いますと、まあ、名前とか住所、X とかも特定されているみたいなんですけど、もうすでにね、警察に、えー、押収された後ということなんで、まあ、警察にはね、ほぼほの 情報ってていいいうののは、えー、把握されてるんじゃないのかなかと思いま,すまあ、それプラス、まあ、今回のね、こういった情報が警察にも、えー、報告されたということで、もう完全に終わりだよね。まあ、X を鍵あかにしたところでどうしようもない気がしますけどね。で、まあもうね、警察に取り締まられて、もう確保されてるっていうのは、まあ、間違いないんじゃないのかなと、元つは思うんですけど、ただね、気になるのが、この煽り運転、どこまで罪をね、追及できるかっていうところですよね。まあ、正直なところ 本日は今回の、えー、映像にあるような煽り運転ってめちゃめちゃ危険だから厳罰を与えるべきだというふうにも思うんですけど、ま、多くの人がそう思うと思うんですけど実際ね、えー、現在煽り運転に、えー、該当する行為をした時どういった罰があるかというのをね改めて見ると、えー、2020年6月10日に交付された改正道路交通法において煽り運転は妨害運転罪と定義されています。2020年の6月30日以降は他の 自動車等の通行を妨害する目的で対象の煽り行為を行うことは罰則の対象になりましたということで、まあ煽り運転って言ってもいろんなケースがあるとは思うんですけどねで、えー、罰としてはこういう感じなんですよ、えー、妨害運転の罰則円滑な通行を妨害する目的で煽り運転を行った場合、えー、3年以下の懲役または50万円以下の罰 免許取り消しととと違反点数25点、数欠格期間が2変ということですねで。もう一つね妨害を目的とした煽り運転により交通の危険を生じさせた場合、まあ、より厳しいのがね5年以下の懲役または100万以下の罰金免許取り消し欠格期間3年の違反点数が35点というふうになった てるんですけど、まあ、もちろんね、道路交通法の中では、これは厳しい罰則という風にも見れるんですけど、ただ、人をこんだけ恐怖にね、陥れるようなことをしといて、この程度の罰則でいいのかっていう感じは元光はしますけどね。あんな危険行為、下手したら人の命を奪いかねないようなことをしてると元光は思ってるんで、物によってはもっと厳しく言ってもいいんじゃないのかなと元光は思っちゃいますけどね。まあ、だってさ、こんな細い道走ってさ、ものすごい速度で、仮に、 なんか子供とか出てきたらどうすんのと。まあだってここら辺とかもっとやばいからね。 車はブレーキかけた後、後ろにね、どない散らかしてで、右左にこうやって動かしてんだよ。これ、もし人にぶつかったら、マジで亡くなったりする可能性もあるわけだから、も,うもっと厳しく行くべきなんじゃないのかなと、元三つは思いますけどね。ということで、ネットの意見も見ていこうと思うんですけど、まず、あやとサロンさんのね、動画のコメント欄の方では、煽りを直接受けたのは原付の方やと見受けられるので、原付の運転手から通報がないと、一発逮捕までいかないのではと考えられますが、どうなるでしょうか かねっていうことで、まあ、確かにね原付きの方がもっとやばいことされてるからこれどうなんだろうっていうようなね意見とかもありますただ、まあ、逮捕はされなくてもしっかりと罰与えられないとこれはさすがにダメだよねこの事件の恐ろしいところはネットやテレビで取り上げられてなければ警察はこのオデッセイを放置暴走運転を合法と認定してしまったところだよねってそうだよね警察がすぐに動いてないことこれ大問題だよで車検ステッカーない車が公道走ってる時点で分かる 和歌山だいぶやばいぞーっていう風にもね、言われてます。いや、そう、車検ステッカーない車、あ問題ないねって言われてる。そんな、和歌山、ちょっとやばいよね。 うんま、とかあとねツイッターの方でもね見ていこうと思うんですけど X ね、えー、YouTube でたまたま見た黒のオデッセイの煽り運転今全国版のニュースでも取り上げられていたってフロントのナンバープレートを外していて悪質だもうほぼどこの誰か特定しているようだから捕まるだろうと思うけど大した罪にならないからあれはまたやるなってそうなんですよね同、まあ、候補の危険運転とかって、まあ、正直、えー、元光の中ではもっと厳しくあってもいい知れてるような罰則 しかないと思うんですよ、まあ、またやるんじゃねえのかっていうふうにね言われてたりもしますねとか他にはもうネット民の特定班がオデッセイのドライバーの住所・氏名が特定されていると何かのコメントで見かけたが地上波放送がどこまで報道するか見物ですねっていうことでまあ当ねまあしっかり逮捕とかされたら名前とかもねもちろん公開されてほしいですしこれ相当やばい運転だからねこ、えー、ちらもいいねさせていただきますねとか他には若山のオデッセイを特定して 運転ししててていいるるを社会的に抹殺するまでやってしいっほもう徹底的にやってくれって特定班頑張れ和歌山県警が動かないとかマジで失望だわってあれは人を引いてもサーセンしか言わないわあれは普通じゃない徹底的にやる必要があるぞっていうことで、まあ、こういうのがね、まあ、軽い罰則とかで終わっちゃってたら今後のためにもならないからね、まあ、しっかりと追求されてほしいかなと思いますということで今回のお話は以上です皆さんの意見もね是非お聞かせいただけ